こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はルミックス銀座東京でやっている写真展、藤村大輔先生のインビテーションツーダークネス、あ、英語ちゃんと喋れた、あ、後ろにいますね、藤村先生いらっしゃいますけども、美しき闇へのいざないということで、合ってる合ってるね、はい、誘いということでやってる写真展を観覧に来ました。まあ実は4回目だったりするわけですが、私なり のこの写真展のチェックポイントなんですけども、ちょっと私の見方、業界人っぽい、まあ、写真の内容の見方については先生の YouTube があるのでそれでご覧いただければと思うんですが、私的に気になるポイントとしましては、やっぱりこの、まあ、業界人っぽいというとここなんですけど、感度とシャッタースピードと絞りの関係ですね。まあ、今回の先生の写真展はダークネス、まあ、暗い場所での撮影ですから、プライバシーの撮影の方法って、まあ、いろいろな考え方ありますけど、一つはこの写真のように感度を思いっきり上げるという考え方ですね。まあ、これで1万6000まで上げると、まあ、こんな暗い風景でも100分の1秒で切れるんだっていう、こういう見方もできますし、一方で暗い場所の表現となると、まあ、伝統的なやり方といいますかね、感度は低いまま、感度100です、下げて、絞りも絞ってます、18まで絞ってますね。これで20秒という露光時間で、まあ、この場合はこの水の流れ、あと船も20秒ですから、こう移動してる、まあ、光の線もこう出たりするという映り方になってますけども、こういったスローシャッターではならではの撮り方ということも見えるかと思います。まあ、私どちらかというと三脚使用主義者ですから、こういった表現の方が私としては好みというか、まあ普段やってる世界なんですけども、まあこういった表現と、あとはザラザラした高感度の世界、どういうふうな表現があるかな、自分ならどうするかなということを考えながら見るというのも観点のポイントの一つかなと思います。で、隣の作品なんですけども、これはまあ F16 という絞りなんですけども、これでまあ38秒というスローシャッターで流れを表現しているという見方もできますし、もう一つこの光防というやつですね、これクロスフィルターを使って出した光防とまた別で、絞りを絞り込んでいくと、絞りの羽を回り込んでこういった光防線が出るといった現象があります。で、この場合はルミックスのS24-105 のレンズなんですが、線がたくさん見えますね。この絞りの羽の枚数が偶数だと羽の枚数、つまり8枚だったら8本ということになるんですが、奇数だとこのようにたくさん出ます。何本あるんだろう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18本ありますから、これは9枚羽ということかと思います。9枚羽の場合は倍数の18本こういった線が出現するんだなという、こういった見方をしていくと、作者はどういう意図で絞りとシャッタースピードを選んでるんだろうということを考えることができますね。まあ実は作品点数すごく多いので、まあ私のざっくり解説だとなかなか解説しづらいんですが、この辺のコーナーだとスローシャッターの効果でこうやって光の線ですね、車が走っていく光の線、これは5秒間ですね、5秒間露光ですし、こちらは 1.6 秒、まあ 1.6 秒でも車が速ければこのように線が出るということで、これ多分ねバスだと思うんですけどね、高い位置から、先生バスですね、バスです、はい、高い位置の線があったりとかいうことも、こういった表現も見れますから、まあ、ぜひ藤村先生の作品展、写真展ご覧いただいて、シャッタースピードと絞りの組み合わせというところも着目していただくと、今度自分がこういった暗い場所、まあ、夜景とか、まあ、都市夜景ですね、撮影するんだったらどういう表現するかなということを考えることができるかと思います。あとこれですよね、こういった雨の日っていうのは撮影するのがちょっと嫌だなと思うんですが、着目するポイントが違うと、こういった地面の反射が綺麗だったりですとか、まあ、これは高感度、感度2万まで上げて雨粒を飛べてるという表現だったりするわけですけども、まあ、こういった雨だったら自分はどう表現するかと
というところも見ながら、まあ、天気が晴れている時だけが撮影日和というわけじゃないんだなということも考えながら撮影するということですね。あとこれ多分ホワイトバランス的なことは先生からもらえる紙に書いてるのかな、それとも書いてないということはもうこれは想像するしかないんですけども、まあ、このね、あの光源のがオレンジ色っぽかったり緑っぽかったり青っぽかったり、まあ、この辺はホワイトバランスに対しての、 あの調整の勉強ということもしていただくと、こういった色表現、まあ、でも見事な、これ多分カラーフィルター使ってるわけじゃなかろうですけども、まあ、私だったらカラーフィルターでやるかもしれませんけどね、まあ、こういった表現もできるんだなということが学べると思います。まあ、あの田原的解説で今日は藤村大輔先生のインビテーションツーダークネスという写真展をご紹介いたしました。この写真展会期は8月5日まで、ルミックス銀座東京丸の内線の銀座駅からだと歩いてすぐ、まあ、C1 出口からだと割と近いということも分かれてますので、まあ、ぜひお越しいただければなと思います。あの藤村先生、タイミング合えば作者の先生に直接お話を伺うこともできますので、ぜひお越しください。